カタリーナ・シュラットカタリーナ・シュラットはオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の友人。カタリーナは1853年にウィーン近郊の都市バーデンで食料雑貨商の娘に生まれた。彼女は舞台女優になり1872年にベルリンの王宮劇場で初舞台に立った。1873年12月2日にカタリーナは フランツ・ヨーゼフの即位25周年を記念して、ブルク劇場でも用された、歓劇会で、ジャジャウマナらしの舞台に立っていた。この舞台で、当時20歳だった、カタリーナの演技を見たフランツ・ヨーゼフは、彼女に関心を持ったという。しかし、この時はまだ、フランツ・ヨーゼフは、彼女の一ファンに泊まり、カタリーナの方も、この後10年間は、ウィーンを離れ、ベルリン。 サンクトペテルブルクで活動していた。1879年、カタリーナは、ハンガリー貴族のキスフォンイッテベ男爵ニコラウスと結婚し、翌年には、息子のアントンを出産した。やがて夫とは別居し、アントンを引き取り、女優活動を続けた。1883年の秋に、ウィーンのブルク劇場に専属女優として雇われる。そのデビューが、ビルヒ・ファイファー作、 村と町の純情娘役で、これが大当たりし、間もなく皇帝家にもその評判が届いた。それから彼女は、フランツ・ヨーゼフと越見した。1885年8月25日、オーストリア皇帝夫妻は、モラビアの小都市クロミエルジー州で、ロシア皇帝アレクサンドル三世と、皇后、マリアの二人と、オロモーツ大司教の上官で会見した。 この会見の狙いは、バルカン情勢を討議し、両国の友好を図るのが狙いだったが、難航しそうな気配であった。そのため、オーストリア側は、場の雰囲気を和らげようと寸劇の上演を企画し、カタリーナを含む、ブルク劇場の役者4人を同伴していた。会見後、余興に、名優たちの達者な芸が披露され、その後で、晩餐会が催された。 彼らはその席にも招待され、そこで初めてエリーザベト候補はカタリーナを紹介された。エリーザベトは彼女に好意を抱いた。宣告から夫のフランツ・ヨーゼフがカタリーナを眺めてうっとりとしているのに気づいたエリーザベトはこの時、二人の仲を取り持ち、彼らを親しくさせてあげようと思いついた。この日の会見は結局目ぼしい成果がないまま終わったが、 クロミエルジー種でカタリーナと過ごした二日間は、フランツ・ヨーゼフにとって忘れがたいものとなったという。1886年、エリーザベトは早速自分の思いつきを実行に移し、カタリーナの肖像画を宮廷画家のハインリヒ・ホォン,アンゲリに描かせた。そしてその肖像画を、フランツ・ヨーゼフに送ることにしたが、制作中の画家のアトリエで二人が鉢合わせするように、取り計らった。 5月21日、エリーザベトに付き添われて、フランツ・ヨーゼフがアトリエを訪れると、カタリーナ本人がモデルとして座っていた。そんな話は事前に何一つ聞かされていなかった。フランツ・ヨーゼフとカタリーナは驚いたが、エリーザベトが積極的に後押ししてくれたため、フランツ・ヨーゼフは罰の悪さを感じずに済み、こうして、 エリザベート公認の二人の不思議な友達付き合いが始まった。フランツ・ヨーゼフの方はカタリーナに恋愛感情のようなものを持っていたと思われるが、二人の付き合いは最後まで友情的なものに止まる。1886年の7月、フランツ・ヨーゼフは初めてカタリーナを貸し別荘、ビラ・フラウエンシュタインに訪ねた。彼から報告を聞いたエリーザベートは後日、 自分も娘のマリー・バレリーを連れて、そこを訪れ、こうして二人の交際は、皇帝家公認の事実となった。この時、フランツ・ヨーゼフには、1875年に知り合った、アンナ・ナホフスキーという愛人がいたが、この1886年からカタリーナとの交流が深まるにつれて、彼の気持ちはカタリーナへと移っていった。フランツ・ヨーゼフは、 二年後の1888年まで何度かカタリーナの別荘を訪れた。1888年の8月、今度はカタリーナがバートイシュルのカイザービラに招待された。皇帝夫妻はカタリーナにこの別荘の内外を案内し、三人で楽しいひとときを過ごした。両親と共に別荘に来ていたマリー・バレリーはまだ割り切れないものを感じていたが、 カタリーナが母とは違うタイプの女性で飾り気がなく深い思いやりを持った素晴らしい女性であり、彼女との交際が父にとって大変ありがたいものとなっていることは認めざるを得なかった。エリーザベトはシェーンブルン宮殿にもよくカタリーナを招待した。フランツ・ヨーゼフはエリザベートに対するのと同様にカタリーナに対しても大変に気前が良かった。 街中に住居を世話してやった上に、シェーンブルーン宮殿のそばにもこじんまりとした別宅を用意してやった。他にも、アクセサリー、ドレス、家具などをふんだんに送ったのはもちろん、年間手当として約3万グルデンを自由に使わせた。エリーザベトは旅先にあってもカタリーナのことをよく気にかけていたらしい。自分の方からは、高選地を紹介したり、 各種の療法を進めたりし、その代わりに、カタリーナの近況を絶えず、知りたがった。フランツ・ヨーゼフは妻には何一つ隠し立てせず、カタリーナと二人で散歩や外出したことや、今度の芝居の役、病気は、もちろん、彼女の体調の細々とした変化まで報告した。フランツ・ヨーゼフの妻エリーザベトが取り持ち、公認している、この三人の不思議な関係は、 マリー・バレリーだけでなく、カタリーナの息子のアントンをも困惑させたという。しかし、カタリーナに好意を抱き、彼女に対して親切だったエリーザベトだが、カタリーナに対して、心底好意を抱いてはいなかったらしい。彼女のその気持ちは、例えば死し,しつきの、良かった、彼女をからかうという詩や、カタリーナに、夢中のフランツ・ヨーゼフをもからかうという詩にも、表されている。 1889年1月30日、ルドルフ皇太子がマリー・ベッツェラとマイヤー・リンクで侵入した後には、カタリーナはすぐさま皇帝夫妻の元に駆けつけ、二人にお悔やみを言った。弟マクシメリアン、息子ルドルフとフランツ・ヨーゼフに肉親の悲劇の死が相次いだが、1898年9月10日には、エリーザベトがジュネーブで無政府主義者。 ルルイジルケーニに暗殺されたフランツ・ヨーゼフは、今のスイスには無政府主義者が多く潜伏しているとして、エリーザベトがスイスに旅行に行くことを止めていたのだった。エリーザベトが暗殺された当日、カタリーナは、ザルツブルク州山間部のチェルアム勢で、西洋中だったが、エリーザベト暗殺の知らせを聞くとすぐに、ウィーンに取って返した。 フランツ・ヨーゼフはカタリーナに深く感謝し、かけがえのないとも、帰ってきてくださり、どうもありがとう。個人を忍ぶ話し相手として、あなたの他に、誰がいるでしょう。11時からお待ちしておりますので、どうぞ庭を通らず、私の続き部屋を通ってお越しください。ではまた、あなたのフランツ・ヨーゼフという伝報を打っている。エリーザベトの片身としてカタリーナは、 金星の聖ゲオルギウス記念メダルがついたブローチを賜った。エリーザベトの死後もフランツ・ヨーゼフとカタリーナ・シュラットの付き合いは続き、カタリーナは苦労の多い孤独な皇帝をいたわり慰めた。晩年のフランツ・ヨーゼフの楽しみはシェーンブルン宮殿にあった旧オランダ庭園の敷地内にあるシュロエンをカタリーナ・シュラットと連れ立って見て回ることだった。 1916年11月16日にはフランツ・ヨーゼフが死去する。カタリーナ・シュラットは1940年に死去した。ありがとうございます。